ね。やってもうた、やってもうた、収録ミスだ。頭いきます？いやもうこっからいきます。頭ちょっとこれありきの頭いきますか。はい、週刊ロビー第17号になります。なんと、はえーと収録ミスを犯しました。ちょこっとだけね冒頭見えましたが、ショックで立ち直れねえよ。もう少しだけ作業あるんでお送りしたいと思います。ではスタート。ですね、前後のミスを、改善するがためにパーツのチェック、全部入ってるかチェックしました。 OK です。でたった今終えたのは一つのね、このパーツですね。このパーツを前後作った腕にはめ込むっていう作業を終えた時点で収録ミスに気づきました。なのであと半分の工程ぐらいあるんで、そちらをお送りしたいと思います。はい。ではもう一つの新しいパーツ、このパーツを位置関係する、この中に入れてけど、この中に入れて通した。なんだよ俺また難しいなこと言うな。何が45度。あー思い出した、これすんげーネジはめんの難しいんだよ。これ合ってるかな、合ってんだ、合ってそうだけど、合ってそうだけど、これがね難易度が高くてね、そうだね、さすがディアゴスティーニ、下からはめていって固定した方が奥の方を固定しやすいって書いてありますね。私も同感です。そういう戦法を今練ってました、自分の頭の中で。でさあえて言うんだったらやっぱり仮止め、仮止めが基本ですよ。絶対ねこの2箇所もねずれていくという可能性もあるんで、あれ結構私上達してるって1年ぐらいやってないくせに何言ってんだよな。おい、これでくっついたら神です、神業。 OK です、 OK でございます。よし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 、あ、すんげえ前すんごい時間かかった記憶なんだけど、あっちゅう間、あっという間で、私はサーボケーブルには保護シールを後からつける派なんで今回はつけません。OK、 早いね今回は。OK です。まあちょっと収録ミスありましたが、第17号終わりましたんでここまでにしたいと思います。そろそろ左腕も完成しようかというところですね。では皆さんバイバイ。ご拝聴ありがとうございます。世界一遅いモンストブログ、録画の動画だけではなくなんと生放送もやっております。その際にはこちら Twitter のチャンネルにてマルチ募集をしております。こちらの方も登録お願いします。そして YouTube の方もよろしくお願いします。こちらに登録出ております。ではバイバイ。